こんにちは、アンナスです。今日は新しく出る本の紹介をしようと思います。2021年の3月25日に出る、アンナスの和の刺繍で、フリーステッチで刺す可愛い日本のモチーフって書いてあるんですけど、まあその通りで、昔からあるその和っていうちょっとかっこいい、なんかこう渋い感じの和の本ではなくて、ちょっと私がいつも作ってる図案のポップな感じでモチーフを和にしたような和にした、本になってます。なので、本当にあの郷土玩具とか皆さんあの普段どこかで見たことあるようなデザインのものばっかりを、私なりのその色使いとデザインでちょっと作ってみました。で、まあ本のざっくりとした内容はそういう感じなんですけど、何を刺繍したかというと、まあ日本といえばお正月とか、あと、まあ、桃の節句とか端午の節句とか、まあ行事で結構残ってると思うんですね、日本の行事っていうので。なのでまあそういうのをメインに、いろいろ刺してます。あとひらがなとかもやってます。いろはにほへとですね。で、郷土玩具とか、まあ、こんな感じでいろいろ作っているので、よかったら、手に取って見ていただけたら嬉しいです。それではよろしくお願いします。あと毎週の、YouTube の方もぜひ見ていただけたら嬉しいです。あとまあ4月は本の中からちょっと作品の作り方の紹介とかもしていくので、そちらもご覧ください。それではさようなら。